サンズは、三原潤の漫画作品。ムーンライティングシリーズの主人公 DD とトマスの少年時代を描いた作品。花夢、エポ死にて1986年から1990年まで連載された。単行本は、白戦車ジェッツコミックスより全7巻。1999年以降は、白戦車文庫全4巻として刊行されている。 DDT とウィリアムを中心とした、家系図、ムーンライティングシリーズと X デー、はみ出しっこが、三原淳の出世作かつ前期の代表作とすると、本作品は後期の代表作と言える。都会の生活を描くことが多かった作者にとっては、珍しく田園生活が舞台である。ムーンライティングシリーズの一部をなすが、この作品以前に描かれた成人したトマスと DD が、語る。 過去の逸話がベースとなっており、発表順ではシリーズの最後になる。本作品も含められる、ムーンライティングシリーズの DD と XDA に登場した DD と呼び名、家系図の設定等が重なっているが、性がトレイバーとトレイバーであり、ほぼ同一の世界設定の作品群とまとめていいと言える。舞台はアメリカであり、銃社会。 資本主義社会であることが物語の背景となっている。いくつかの物語が並行して進む。物語記述者は一部を除いて、基本的に DD である。一つは DD 自身の物語である。望まれない子として生まれてきた自分が、本来は祖父母孫の関係である父母の息子として生活するが、皆が存在を知っていながら、口にできない実母の存在と、 オルナーのおばあさんの死によって、ジップを明かされたことにより、心理的バランスを崩し、家族の中での自分の位置に悩む様を描く。二つ目は、心理バランスを崩した DD が事故を保管するものとして空想する狼男の物語であり、同時進行している物語が DD に与えている心理的影響を反映したファンタジーになっている。野生の世界では王者である狼男が、 かかしの、なぜ私は立ち続けていなければならないのかという問いに、答えるために、古墳奮闘するが答えが出ず、ハマっていったところを、アーニーという男に助けられて、彼に飼いならされてしまう過程を描く。三つ目は、トマスの家族の物語であり、狼男だった祖父が死に、父親が、その死後狼男になったと信じて、狼男の息子として、 将来自分も狼男になれると自尊心を築く話であり、ムーンライティングにおける主人公、トマスの性格の基盤形成を描く。四つ目は、ウィリアムの息子たちの物語である。文明社会における絶対的な勝利者であるウィリアムに認められようとするケビンと絶対的な存在から逃れようとするジュニアが、その努力ゆえに逆に泥沼にはまってしまい周囲を、 問題に巻き込んでしまう過程と結果を描く。この物語に対して、DD は前半では傍観者としての立場を取り、後半では事件に巻き込まれることで、直接的に心理的影響を受ける。最後に、ウィリアム自身の物語である。自分の息子たちとの圧力とともに、資本主義社会の失敗者であった父の息子として、父親が異なる弟が資産家の養子になったことへの、 対抗心から経済的成功を目論んで行動する。トマスの父方の家族は狼などに変身する狼男の系譜である。このことは DD に狼男の物語を空想させる動機の一つであり、かつイノシシ男に変身したトマスの父は各所で活躍するが、サンズ作中ではトマスの空想として大部分の登場人物に扱われており、本編は 狼男が活躍するファンタジーというよりも現実に直面することによって DD などが成長するビルドングスロマンとしての色彩の方が強い。サンズも含むムーンライティングシリーズにおける狼男の設定はムーンライティングの解説を参照。狼男の物語はサンズ中において DD が中盤終盤にかけて創作していくファンタジーの劇中劇である。 サンズの進行に伴って受ける DD の心理が反映されて劇が展開しており DD はサンズ中における内包された作者としてサンズの物語を再構成していると言えるはみ出しっにおいて作者が最後に示した物語を再構成したファンタジーオクトパスガーデンを登場人物を作者にすることで物語中に内包することができたとも位置づけられるなお 最後に、狼男がセリフを言うのを除いて、キャラクターが言語を用いて発言することはなく、吹き出しには発言内容を示す、記号、絵が描かれている。2001年10月3日から14日18、公演会場、シアターサンモール。ありがとうございます。